はい、じゃあ続いて四角版場合の数やっていきましょうか。まず問題がね、3個の玉 ABC と7個の箱 ABCDEFG があって、1つの箱にはね1個の玉しかね入れられないんだって。でこの状態で過去1番3個の玉これね ABC が ABC の箱のみに入れる方法は何通りやりますかっていう問題なんだけどさ、まあこれさ玉になんか意思があるようにね考えてあげればいけるよ。例えば A の玉っていうのはさABC の3通りの行き方があるよね。3通りなのでここ3ね、うん、同じように B っていうのは3通りじゃないんだよ。 A の玉っていうのがどこかね箱に入ってるから残りが2通りだよね。うん、2通りいいかな。で最後 C の玉っていうのは何通り、1通りあるよね。うん、 A と B がさどっかに入ってるんだから箱あと1個しか残ってないじゃん。あ、つまり1通り。あとはこれ何算でますかの、うん、これ掛け算ね。うん、これ掛け算で結ぶんだよ。これさ、A の玉のお話があって、その後続いて B の玉のお話があってさ、その後続いて C の玉のお話でね、連続してるお話を全部掛け算で結ぶからね。うん、だからこれ答えが6通り。うん、と求めることができますよって感じ。うん、同じようにしますよ。過去2番。3個の玉の箱への入れ方。うん、じゃあまた同じように考えよう。まず A の玉っていうのはもうこんなのないからね、 ABC の箱のみとかないからどこでもいいんだよ。つまり何通り、7通りあるよね。今さ箱が7個あるから7通りあります。じゃあ次 B の玉っていうのは残り何通り、6通りだよね。うん、 A の玉がさどっかに入ってるわけだから残り6通り。うん、同じように考えて C がそう5通り。あとはこれ何算で、そう掛け算で結ぶんだよね。6530だから、210通りかな。210通りと求めることができますよ。で最後また A には玉を入れる、うん、この箱 A には入れるけど G には入れない入れ方は何通りありますか。うん、同じようにやろうか。まずさこれさ A にはさ突っ込みたいよね。うん、 A の箱には必ず入れなきゃいけないからまずさこうしよう。うん、 A の玉を、うん、A に入れるとする。うん、こうしようか。あ、こうしてあげればさ、まずさ、A の玉っていうのは何通り？ 1 通りだね。うん。A に必ず入れるから1通りじゃん。次、B の玉いくよ。B の玉っていうのは、残りさ、どこの箱に行くことできるかな？まずさ、この A の玉っていうのは、A の箱に行ってんだよね。で、G っていうのは、そう、入れちゃダメなんだよね。じゃあ残り何通りだろう？ 5 通りだよね。B、C、D、E、F の5通りあるよね。5通り。はいはい。C はじゃあ何通り？4通りだよね。うん、どこか1個入っちゃうじゃん。うん、この B の玉ってのが BCDEF のどこかに1個入っちゃってるから残り4通り。あとは何さん？そう、掛け算で結ぶいいね。うん、掛け算で20通りと、なるよね。でさ、今さ、A の玉を A に入れる方法をやったんだけどさ、これさ、B の玉を A に入れるのももちろん、20通りでいいから。うん、これさ、A のところが B と変わるだけじゃん。だからやり方は全く同じだね。それとか、C を A に入れる方法も同じだね。うん、最後が。を A に入れるのも、うん、同様。なので、うん、同様なので、つまりさ、この20通りかけるとすればいい？ 3 でいいよね。20通りかける3。A を A に入れるのは20通り。B を A に入れるのも20通り、C を A に入れるのも20通りだから 20×3 でいいよね。つまりこれ60通りと、求めることができますよ。いいかな。あ、このさ A の玉 B の玉 C の玉に、まあ、意思があるようにね、うん、どこの箱に行きたいですかって考えれば考えやすいんじゃないかな。うん、じゃあラスト過去3番いきましょう。はい、じゃあねラストね過去3番いきましょうか。まあ、最後はこんな条件が出てきたね。A の玉は A の箱にはいけなくて、B の玉は B の箱にはいけなくて、C の玉は C の箱にはいけませんよ。この状態で3個の玉を ABC の箱に入れる入れ方は何通りありますかなんだけど、まあ、こんなさ、変な条件があるから、一個一個はちょっと考えていこうね、具体的に。A の箱と B の箱と C の箱を作ってあげてさ、まず A の玉から入れていくよ。A の玉ってさ、ここには入れちゃいけないね。だから、ここかここだよね。どっちかに入れるんだよ。じゃあ、ここにしようか。A の玉をここに入れるとします。じゃあ次 B の玉なんだけどさ、 B の玉ってさここかここあるように思うんだけど B の玉をもしさここに入れてしまったらさ C の玉さ困っちゃうね。C の玉さ困っちゃうじゃん。ここしか空いてないから困っちゃうじゃん。必然的に B はここしかないよね。うん、 B はここしかない。だから C はここに行くしかないってことね。 OK。 で次さ A の玉はさ別にこっちでもいいね。 A の玉こっちにしましょう。
A の玉をこっちにしたら次 B の玉なんだけど、 B の玉ってさ、ここは行っちゃいけないよね。うん、だからここしかなくない？うん、ここしかないね。じゃあ C の玉は？うん、ここしかないね。うん、つまり答えが二通りっていう感じで、うん、こんな話、うん、なんかちょっとむずいかな。一個一個ね、考えなきゃいけないからちょっとむずいね。じゃあその後、また3個の玉のうち少なくとも1つは ABC のいずれかに入れる入れ方なんだけどさ、これ少なくとも1つはってちょっと難しいね。ちょっと考え方がどうか。少なくとも1つはって書いてさ、これ書いてあげて、 ABCDEFG の箱があってさ、ABC が基準なんでね、 ABC のいずれかにって感じだよね。いずれかに少なくとも一つはってどういうことか知ってる？例えばさ、これこんなの今書いてるんです。これ A、C、うん、B 3つ入ったらどう？いいよね。少なくとも一つはだから3つとも ABC に入っても OK って感じね。うん、これが一つ目。2つ目として、例えば A が、まあ、ここにあってさ、うん、B がここにあって、 C の玉だけがここら辺 F とかに入ってもこれは OK だよね。少なくとも1つはだから2個 ABC のうちに入ってれば OK って感じね。うん、これ2つ目。うん、なんとなく見えてきたかな。うん、あとはさ、 A が1個だけ入ってて、あとは B と C が、うん、適当にこんな風に、うん、ABC の1つに A が入ってて、まあ、B と C 入ってなくても少なくとも1つはでオッケーだよね。うん、だからこれ何が言いたいかって、そう、場合分けをしなきゃいけないね。うん、これ場合分けをしてやっていこうって話を。うん、じゃあやっていこうか。まずさ、1番ABC に3個入る時を考えていきましょうか。3個入る時なんだけどさ、もうやったよね。 ABC に3つの玉 ABC が入るのは2通りだよね。うん、これやったじゃん。うん、2通り。うん、これ答えです。これでいいかな。うん、2つ目 ABC に、うん、はいはい、2個入るときをやろうか。2個入るとき、2個入るときで1個1個やろうか。まずはさ、 AB からいこうか。 AB、 AB がABC に入るのを考えましょう。 これを考えるよ。じゃあさ、これもさ、 AB を ABC に考えるんだけど、これもさ、1個1個やらなきゃいけないよ。これさ、変わったじゃん。 A がさ、ここだったら、まあ、B はここかここだけど、まあ、C によって変わったりなんてあるから、一個ずつやっていこうね、丁寧に。こんな感じよ、こんな感じよ。まず A が入るのが、 A っていうのはさ、まあ、B か C あるんだけど、まず B からにしようよ。うん、 B から。 A が B に入る、うん、から考えましょう。 A が B に入るとき、まずさ、 A の玉っていうのはもちろん一通りね。 A は一通り。じゃあ次 B、 B は何通りある？今 A がここにいます。 A がここにいます。 B はどことどこ？こことここあり得るよね。つまりさ、これ2通りなんだよ。2通り、いいかな。 B は2通り。じゃあ最後 C は何通り？ C はさ、今さ2個しか入んないから DEFG の、そう、4通りあるよね。4通り。あとこれ何算？掛け算で結ぶんでね。掛け算で結んで8通りって感じ。次いくよ。 A が B に入るのをやったんだけど、次にA が、C でもいいよね。 A が C に入るをやってみようか。 A が C に入るってことは、 A が今ここにいます。ここに A がここにいます。消しちゃっていい？これ A ここにいるよ、ここにいるよ。じゃあ B はどこに行ける？ B はさ、ここにしか行けないね。ここ行っちゃいけないから、つまり何通り？1通りだよね。 A が、1で、 A がね、 C に行くから1通りで、で B ってのも1通りなんでね、ここに行けないからここ1通りで、 C は何通り？C はさ、ここさ、どこでもいいんだよね。DEFG どこでもいいから4通りだ。はいはい。あとはこれを掛け算で結んであげて4通り。あとはこれさ、別だよね。これさ、 A が B に入る時のお話と A が C に入る時のお話って別だよね。だからその時は足し算で結ぶんだよ。よって、8足す4で何通り？12通りだよね。12通りってのが分かりました。でも今やったのってこれね、AB が ABC に入るときをやったんだよね。だからさ、これ見なきゃいけないね。 BC、 BC と、BC と CA、CA が ABC に入るときを考えなきゃいけないんだけど、 AB が ABC に入るときっていうのは12通りだったんだよ。次にこれさ、見て。 BC、 BC がさ ABC に入るのももちろん、そう、12通りだよね。これさ、ただ球が変わっただけじゃん。これもそう、CA、CA が ABC に入るのももちろん12通りだよね。だからどうすんのこれ。
そう、12×3 でいいね。うん、12×3 で、うん、36通りでいいね。うん、同じじゃん。もう同様だよね。これも同じ。同じだから、これね、×3 で OK って話ね。じゃあ3番いこうか、3番ね。3つ目として、ABC に、最後は何個？ 1 個だね、1個入る。1個入るときを、うん、考えようね。また同じようにいきましょうよ。まずは A の球にしよう。A の球が、うん、A、B、C に、うん、入るときをまずは考えようね。じゃあ A の球から考えるよ。 A の球ね。 A の球っていうのは何通りの引き方ある？今さ、ここに書いてあるけど、ここじゃなくてもいいね。ここか、うん、ここでもいいよね。 A の球はさ、 A には入れないけど B か C に入れるからもちろん2通りだ。うん、2通り。次、B の球いくよ。B の球っていうのは、D、E、F、G に行くから、4通りだよね、4通り。はい、C の球は？そう、3通りね。1個どこかに B が入っちゃってるから、C は残りの3通りっていうお話ね。あとはこれ何算？あ、掛け算で結びましょう。掛け算で結んで答えが24だね。24通り。で、ここで終わってほしくない。今、A が ABC に入るときを考えたんだけど、もちろん、そうそうそう、B と C が、うん、ABC に入るのも、うん、同様だよね、同じ。うん、同じだから、どうすればいいの？この24を、そうそうそう、24、×3 でね、×3をしてあげれば、3、4、12、72通りってのが分かるね、72通り。はいはいはい、これで3つ出た、3つ出た。1番目が2通りで、うん、1、2、3より、1から、3より1番目が2通りで、2つ目でやったのが36通りで、うん、最後にやったのが72通りでね。つまりこれ計算してさ、108だから、うん、110通りって求めることができますよっていう。まあこれ条件だったから、 A の球は A に行けなかったり、 B の球は B に行けないだから、一個一個考えなきゃいけなかったね。まあここがちょっと複雑だったかな。これね、AB が ABC に入るってことをまず決めて、さらにね、A が B に入るときでさ、B の行き場所が変わったよね。うん。A がさ、うん、もしここに、あ、また来る。A がここにあったら、うん、B はさ、こっちかこっちに行けたじゃない。だけど、A が、汚い。A がこっちあったら、B っていうのは、こっちにしか行けないね。だからこれ分けなきゃいけないね。分けて考えるね。ただ単に掛け算して何通りってできなかったっていうお話ね。で、BC と CA が ABC に入るも同じだね。BC が ABC に入るももちろんこれ12通り。CA が ABC に入るももちろん12通り。だからこれ掛け算したって話で、で、最後3番。ABC が1個入るとき。まず A が ABC に入るときを考えました。考えた。で、その後のこうだね。うん。B と C が ABC に入るときも同じだから、×3 で済ました。で、最後は連続作業じゃないよ。1番、2番、これだね。2番と3番は連続作業じゃないから、足し算をして求めたっていうのでね。うん。一つ一つね、書きながら、次は何通りあるかなっていうのを考えなきゃいけなかったのはちょっと難しかったね。じゃあ次の問題いきましょう。